ナックルとかいう変化球、ガチで絶滅する。もうプロ野球でも MLB でも投げる投手おらん模様。広島の坂田とディッキーがいるけど、ディッキーとか10年前の選手やろ。坂田はコントロールできなくて終わってるぞ。本国のピッチャーが投げてた。データ化された今こそナックルって有効なんじゃないか。投げるも難しいからしゃーない。普通のキャッチャーじゃ取れないからな。シュートも消えたよな。投げるのも取るのも難しい球なんか投げる必要ないからな。投げるのも取るのも難しい球なら打てなさそうやん。塁にランナーいても投げられんやろ。カーブ、チェンジアップ、スライダー、マルシーム、フォーク一室今ってこのボスか。フォークってよりスプリットやな。握り方バラッバラやし取りづらいからな。160のストレートと150のフォーク投げた方が抑えられるもん。どこ行くかわからん。160超えの濃紺でいいよな。超高速ナックルみたいなもんや。次らんそれ。野球ってチェンジアップとスライダーだけでええやろ。捕手が下手でも2ストライクまではカウント取れるやろ。なんでもデータになってるから味方からも計算できん投手は使いにくいやろ。アホキンがエースで投げてたやつまあまあよかったな。クソみたいな時のツーシームや正面カーブよりよっぽど使えるわ。カーブも一時期死にかけてたイメージあるわ。エアベンダーとかいうシンカー、ドームだとそんなに曲がらなさそう。無数のホールが嫌。投高打低環境では使い物にならん。地球とバッテリーエラーと盗塁が多くて防御率が低くまとまることはないし。ウェイクフィールドみたいな投手もおらんの。エブリタイムナックルボーラーおらんよな。昔中日おったやつ名前忘れたわ。岩田？前なる気長。再現性重視の時代やとコントロールできる変化球の方がええって思考になるんやろ。知らんけど消耗が少ないから投げまくれるん違ったか。ナックルカーブはあるやん。球が軽いから実は大したボールじゃない。マットソン。ナックルだけで抑えられるみたいな記事やったけどほんまかいな。なんか注意なくて縦に落ちるだけにしか見えへんのやが。ナックルだけで勝ちまくる投手がいたから間違いではない。見逃しでストライク取れるならな。もう今後新しい変化球が生まれることはないんか。パームも絶滅危惧種やな。浮き上がる球とか出てこないんかな。ライズボールみたいな。次はナックルじゃないの。ツーシームは実質シュートやな。握りもほとんど同じ。160キロで制球効くナックル扱えるようになれば無双できる可能性ワンチャンあるか。パワプロで作るやつやな。でもカープの二軍かなんかで投げるやつがおるって縛ってくるのも見る気がする。投げた本人もどう変化するかわからん。打つ方もストライク付近に来たら振るしかない。ギャンブルが過ぎるだろ。思えばライも大学の公式野球部で145キロ投げられるけどどこ行くかわからんし1イニングしか保たんやつおったな。ナックルってバントむずいんかな。トスみたいな感覚やったら絶対ワイはプッシュバントするけど。昔は爪が割れやすいって欠点あったけど今は爪を強化するネイルとかもあるのにな。まあそんな違反スレスレのことあえてやらないってのもあるけど。まあわざわざ難易度高くてリスク高い球投げようとする意味ないからな。才能と体がないとトッププロでやろうとする方が無謀やし。中継ぎ告知だから次も選球ナックルみたいなもんよな。肘肩への負担が一番少ない投手だから一度ものにできれば選手寿命は長い。岩瀬の謎ナックル。キャッチャーが取れない、打者に待たれると辛い、走者出したらきつい、握力が落ちる、爪が割れる。ナックル投げるのクソ楽しいぞ。向かい風で投げたらもう人間の動体視力じゃ絶対に捉えられない魔球になる。Y キャッチボールで投げてよく相手を困らせてたわ。広島のナックル深いフェルナンデスと書いたな。交流戦で楽天ラーマンに打たれまくってたな。40歳過ぎてみかん取った年とはいえやばいだろ。カットしないラスが遊びで投げてたらコーチの目に留まってナックルボーラーになるイメージ。石田純一が高校時代野球部でナックル使いのエースだった青山学院だから弱いが。あくまでも球種の一つとしてナックルを投げる投手ってほぼいないのが不思議。ナックルボーラーになったらほぼナックルを投げてる。そりゃ普通のフォームで投げられないからな。そらナックルと同じ振りで他の球種投げられんし、ウェイクフィールドとかごく稀に苦し紛れの120キロくらいのストレート投げて打たれたりしたが。ナックルカーブ投げるやつはたまにいるな。カーブも消えたな。ゆかれんが投げとったやろ。結局ストレートとスライダーだけでええねん。ナックルボーラーはロマンよな。遅い球なんてボールよく見て打てば誰でも打てるしな。ましてやプロまで行く連中なら。
ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。